こんにちは。3都市のツアーや野球番組の再始動など、さまざまな企画が目白押しの真田ナオキさん。今回は、ラジオで視聴者の悩みに対して語った、ある言葉が話題になっています。ぜひ、コメント欄にあなたの感想をお寄せください。コメントのやり取りで盛り上がりましょう。昨年12月に33歳の誕生日を迎えてから、ゾロ目の年として活動中の真田ナオキさんは、今月から東京、愛知、兵庫で3都市4公演のゾロ目ツアーを開催しています。ファイナル公演を10月4日に浅草公会堂で開催することも発表され、東京品川で行われた初日では、壊れかけのレディオでギター弾き語りに初挑戦し、44歳の次のゾロ目には師匠の吉幾三さんに、いつか2人でジョイントコンサートをしたいと言われたので、バンバンできるようになりたいと意気込みます。最新シングル「酔えねえよ」はオリコン週間演歌歌謡シングルランキング2023年7月10日付で今年2度目となる1位を獲得し、有線の演歌歌謡曲リクエストランキングで1位、2023年6月21日付を獲得するなど大人気。この好評発売中の「酔えねえよ」に新しいバージョンが発売されたのがつい最近、6月28日のことです。夢酔い版と名付けられた今回のバージョンでは、カップリング曲に新しく「×」という曲が収録されています。「×」は今までと同じく師匠の吉幾三さんが作曲したもので、身を焦がすほど切ない女歌です。また一味違った進化をした真田ナオキさんのボーカルを堪能することができます。709ナオキの日を記念して、タワーレコードとのコラボ展開もスタートするほか、公式チャンネルでは過去のライブ配信を一挙公開する予定だといいます。さらには今年は東北各県でもツアーを展開しているほか、秋には九州での縦断ツアーも予定し、この勢いで年末まで全国を飛び回って初の紅白歌合戦出場を目指します。1度目の発売時には、吉幾三師匠から僕のこれからのスタンダードナンバーになるであろうものすごくかっこいい新曲をいただきました。ツアーでファンの皆様に聴いてもらうのが今から楽しみです。酔えねえよ、この勝負曲で紅白を狙いますと力強いコメントを残していました。歌だけでなくテレビ番組、ファッションブランドのデビューランウェイショーに出演し、初めてモデルとしてランウェイを経験。東海ラジオ歌謡曲主義26時の歌謡曲、木曜パーソナリティ原光隆の歌謡曲主義、真田ナオキのマジでのコーナー、ラジオ大阪 OBC、いいね、今歌、真田ナオキです、など、レギュラー番組でトークも磨くなど、演歌だけでなく様々な分野でも、活躍の場が広がっている真田さん。今月26日には、新たなイベントとして、真田ナオキの有線渋声横丁プレゼンツ、レベルマックスナオキッチ、と銘打った公演を行いました。東京台東区の浅草花劇場で行われたこのイベントは、移籍後初のシングルを発売した2020年からレギュラー MC を担当してきた有線放送の番組「有線元気はつらつ」歌謡曲「真田ナオキの有線渋声横丁」と連動した特別企画の第4弾となるものです。これまでに何度か特別企画を行ってきた真田さん。昨年1月にはコロナ禍もあって無観客による有料配信イベントを行いました。真田ナオキの有線渋声横丁 PRESENTS とにかくよ、2時間ぶっ通しで歌いたいんだよ by 真田ナオキと題したこのイベントは、その名の通り
時間の許す限りいろいろな歌を真田さんが歌いまくるというプログラムで、28曲ものさまざまな名曲を届けました。時間の関係で30曲に届かなかったのが残念です。そこは悔いの残るところ。次回は100曲に挑戦したいですね、わら、と話していた真田さん。今月からは新浜レオンさんとのダブル MC によるチャンネル銀河の歌、野球のバラエティ番組、直樹とレオンの熱唱野球部が再始動することとなりました。全国のいろいろな野球チームと練習をしたり試合をしたりしつつ、歌の魅力も伝えるというこの番組。前回第6回は八丈島に合宿に行くという豪華な内容になっていました。第7回は一条貫太さん、木川直樹さんも助っ人に駆けつけ、 WBC でも話題となったちょいマネジャパン野球部と対戦することとなり、真剣勝負から大声援の公開収録まで様々な企画が行われていたようです。今年で歌手デビューから7年、メジャーリリースから3年目となる真田さん、父親のような存在である師匠吉幾三さんは、歌は教わるものではなく自分で気づくものというスタンスで、基本的にはのびのびと好きなように歌わせてくれていたようです。今では歌が大好きで全力で歌唱に取り組む真田さん。しかしかつては目標のない毎日を無気力に送っていたそうです。スポーツ少年だった真田さんは、その頃は野球や空手などに明け暮れていました。日本選抜にも選出され、いつかは甲子園出場を夢見ていましたが、中学入学を目前に怪我が発覚。悔しさから野球も見られないように、なるほどで甲子園を見ると苦しくなったと言います。それをきっかけに少しずつ野球から離れた真田さん。その後もボクシングなどいろいろなことに挑戦するも、明確な夢が描けず、だらだらと続けるだけになってしまいます。そもそも何か見つけなきゃという思いからと語っており、とにかく目標を見つけるために活動していたのですね。当然ながらモチベーションも上がらず、ただただくすぶり続けていました。そんな中で人生を変えたのは、あの東日本大震災でした。当時21歳だった真田さんは直接被災したわけではありませんでしたが、避難してきた人々を見ながら何もできない自分を不甲斐なく感じた。何か自分にできることはないかと思っていた時、偶然テレビで見たのが、当時若干小学5年生という若さで力強くを歌い上げていた薄沢美咲さんの歌声でした。その歌に心を揺さぶられ、歌で誰かを勇気づけたい、元気を送りたいという目標が見つかったのです。その思いを胸に歌手を志すこととなった真田さんは、明確な夢に向けて走り出しました。今年は初めての東北公演が控えていることもあり、東日本大震災をはじめとした日本全国の被災地を訪れてボランティアにも参加できればいいなと目標をラジオで語っている真田さん。歌の世界だけじゃなく、いろいろなことに挑戦したいと今後の展望を語るとともに、僕もまだまだ浅い人生の中ですが、10代の頃の挫折があって何もない日々を過ごしていた。その後夢が見つかった時に思ったのは、時間って流れているんだなということ。時間は流れているものだから、何もなかったら無理に何かする必要はない。無理に何かしようと思うと余計にしんどくなってしまうので、何も考えない時間もあっていいんじゃないかなと優しい言葉をかけていました。自分も苦労したからこそ思いやりにあふれる真田さん。その心と歌声が届いて紅白出場を果たしてほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。